100円ショップですねダイソーに置いてあるレジャーシートなんですけどもこちら購入しまして、まあ、1人用のサイズなんですよねで今2人用のレジャーシートを使ってましてもうだいぶ長いんですけどもねもう4年5年くらい使っているんですけど、まあ、あの例えばなんかお仕事の合間の休憩ですとかねお昼休みですとか。 えーまあ、例えば10分15分とかあのそういった時間でもですねよくあの椅子に座ったままずっとこう休むというか、えーまあ、それでこうリラックスできる方もあのいらっしゃるんですけど私はちょっとその、まあ、背もたれがあれば別なんですけど。 ちょっと椅子にずっと腰掛けてるっていうのがちょっと苦手なのでもうそれこそ地べたでも何でもいいので、えー、本当に横になりたいんですよね。でそうするとこういったレジャーシートあると10分、えー、15分、えーまあ、30分1時間あれば一番いいんですけど、えー、本当にこう体力が体がこう回復するっていうなんかこう実感といいますかね、えー、あるので。で あの結構こう、まあ、そこまでボロボロにはならないんですけどやっぱりこう折り目ですよねこの折り目からですねだんだんこうボロボロになってきてですね、えーまあ、短時間の使用だったらいいんですけどもね例えばの土の上で使うとかそういったなんか湿ったあのところですね土とかがあるとどうしてもさらにここ弱くなってしまうので。 えー、早いうちにですね早いうちにというかあのなくならないうちにあの買っておこうと思って購入をしましたあの2人乗りの2人乗りじゃないや <laughs> 2人用のレジャーシートは、えー、今がっつり使ってるものがあって、まあ、予備にもう一つ、えー、購入してですねで一時期そのお店から消えた時があったんですよね 数ヶ月半年以上あのしばらくずっと見なくてああこれ買っておいてよかったなと思ってでそこからさらに半年後たった今年ですかね、えー、また復活してまして、えーまあ、あのそんなに急ぐ必要はなかったんですけどただ、まあ、本当にそのままあのお店からあなくなるってことは結構ありますので、えーまあ、2つ予備に買っておいてよかったなと。 で今回、1人用かな、1人用ですかね、えー、のもの、を購入したんですけどで、でこれをあのー、車に積んでおこうと思って、車の、じゃあ、ここに置いとこうかなと思って、えー、まあ、これを買ってきたものを置いたんです、あ置こうとしたら、もうすでにこれと同じものがあったという、えー。<laughs> 数ヶ月前かな1年以上前かもわからないんですけれども,もう私があ,あらかじめ <laughs> 購入しておいてしかもやっぱりあの全然使った記憶がなかったもう買った記憶すらもう忘れていってしまってですね使った記憶があればですねそういったこともなかったんですけど、まあ、とりあえず1個買っとこうと思ったんですけど実は使わないまま、えー、2つ目ということでまあでもあのー これ2枚くらい全然あっても、あのー、例えばあそうですねちょっとむもったいない使い方なんですけど、まあ、これを2枚広げれば、まあ、あの2人用といいますかね、えー、1人でこう横になる分にもあの十分な広さっていうのも、えーまあ、確保できるのでまあまあそういう感じで、あのー、納得をしてですね えーまあ、2つ使うか1つ使うか、まあ、車に積んでですね、えー、今後使いたいなというふうに思います。はいえー、ということで以上。